私天神里奈。今回で20回目です。 TGC が21回目だと思うんですけど、一度だけ出れなかったことがあって、でも他は全部ずっと出させていただいているので20回目です。ずっと変わらずすごくお客さんは盛り上がってくれてるんですけど、出る側としてはみんな多分最初は緊張してたと思うんですね。どんな風になるんだろうって。なんだけど、こう何回も出るにつれてみんなも出る側も楽しむようになってきたので、モデルとしてもそれぞれのキャラクターがあるじゃないですか。甘めとかかっこいい感じとか。なのでみんな自分のキャラを出すような歩き方になってきたり、なんかアレンジできるようになって、単純に楽しめるようになりました。ドレスブランドなんですけど、一応スーパーバイザーで入らせていただいていて、これとかはもうとにかく体のラインがこう綺麗に見えて、女性らしく一番女の子の良さを出せるドレスにしたいなと思ってデザインしました。普段はすごくカジュアルなことが多いです。なんですけど、じゃあ夜女の子で女子会だったり集まろうかっていう時は、たまにすごいドレスアップしてみんなでドレスコード決めたりする時もあるし、でも基本はカジュアルなスタイルが多いです。たくさん食べて、いろんなまんべんなく、野菜もお肉もお魚も炭水化物もまんべんなく食べて、でも太っちゃうと困るので、たくさんこまめに動くようにすることです。あとはゆっくりお風呂に浸かること。自分を、自分のその日の気分だったりテンションを表現するためのツールですかね。今日はちょっと女の子っぽいデートだしとか、可愛い気分だなと思ったらそういうようなメイクにして、ファッションもガーリーにするし、ちょっと今日はクールに行きたいなと思ったら、もちろんメイクもそうだけど、服からまず形からやっぱり入るし、それで実際自分のテンションをそっちに持ってったりもするので、やっぱりでこういうドレスとか着てるとちゃんとシャキッと立ってられるし、やっぱり着るもので自分の気持ちとかキャラクターが変わるので、勝手に自然と。なのでそうですね、なかなか中国本当にいつももっと行きたいよもっと行きたいよって言うんですけど、年に1回2回しか実際行けてないので、もっとこの辺にみんなに直接会いに行けるように、お仕事を中国でたくさん入れたいなと思ってます。そしてまだちょっとした片言しか言葉が覚えられてないので、ちょっと中国語をもっと勉強して、自分の自己紹介だけじゃなくて簡単な会話なら中国語でできるように頑張ろうと思ってるので、見ててください。 Hello, I'm Lina Fuji. You're watching She Fashion.